はいどうも、ヘビフロッグと申します。冬になると流行るものといえば、風邪ですよね。日本の冬は空気が乾燥して、喉の粘膜が炎症を起こしやすくなります。これによって、風邪をひきやすくなります。ただ、あるものを使えば、風邪にかかるリスクを下げることができます。それがこの、消毒液です。というわけで今回はこの、消毒液が本当に菌を殺すのか検証してみたいと思います。どのように効いているのか気になりますね。早速やっていきましょう。こちらの爪楊枝を使って微生物を取ります。取れました。というわけで早速観察します。お！何やらいろいろな生物が存在しますね。微生物の天国です。それではもう少し近づけましょう。うわ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 。近くで見るとすべて微生物です。こちらのひときわ大きな生物はワムシの仲間です。大量にいる細かい微生物を食べています。こちらの丸い生物は、あの有名なゾウリムシです。ゾウリムシも大量にいますね。それではこちらにアルコールを落とすと、どのようになるのか、早速やっていきましょう。ほら。蓋をします。それでは、観察しましょう。こちらです。微生物に先ほどのような元気はありません。先ほどまであれだけ泳いでいたんですが、動きが完全に止まっていますね。このゾウリムシやワムシの仲間も動いていません。あれだけ活発的に動いていたバクテリアも全く動いていません。ほぼすべてがお星様になってしまいましたね。それではどうしてこのようにアルコールをかけただけで死んでしまったのでしょうか。その理由はこちらのゾウリムシが身をもって解説してくれています。アルコール、いわゆるエタノールにはタンパク質を変化させ細胞膜を壊す力があります。ゾウリムシなどの単細胞生物は一つの細胞しかないので、エタノールで細胞が壊れると死んでしまいます。ゾウリムシの細胞が壊れていますよね。中にあるものが漏れているように見えます。細菌もこのゾウリムシと同じ原理で死んでしまいます。ちなみに人間は多細胞生物なので、一つの細胞が壊れても再生できるので大丈夫です。というわけで今回はアルコールが微生物にとってどれだけ脅威なのか観察する動画でした。これからもみんなでアルコールを使って細菌やウイルスなどの微生物を殺しましょう。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。